42歳の時に乳がんの告知を受けました。病と戦いながらも生きがいを持って仕事ができる、こういった社会を目指そう。さまざまな場で弱い立場にある人の力になりたい。生きがいを持って働ける日本を作っていきたい。皆さんの心に寄り添って聞く力で国政に思いを届けてくれる、それが生稲晃子さんであると。生稲晃子、一生懸命頑張ってまいります。